まさかクロミ様に兄弟入れたとは。グレグレグレコ、あたいお姉ちゃんに会いたい。ちゃんとしてるのにいつも。率直な気持ちを言わせていただくと、すごく嬉しかったです。サンリオのこのクロミっていうキャラクター、私も好きなので、そのお姉ちゃん、クロミじゃなくてお姉ちゃんっていう新キャラを演じさせていただくっていうのは本当に光栄なことですし、とても嬉しい気持ちでした。素直に、はい。ロミナはおしゃれが大好きなんですけど、私も好きですし、あとはクロミのことをすごく大事に思っていて、まあ、常にクロミ優先なんですよね。で、私も妹みたいな存在の子がいるので、その子に対して思う気持ちとそのロミナの気持ちはなんか一緒だなって思いながら、はい、お芝居しました。はい。意識したところは、地声よりすごく高い声を出すことを意識しました。お姉さんっぽいというか、なんか、うん、ちょっと色っぽいわけじゃないんですけど、大人っぽい声を意識してやらせていただきました。あとは、うん、そのクロミが大好きなお姉ちゃんっていう回想シーンだったりとか、まあもちろんなんかクロミが会いに来てっていうシーンもあるんですけど、そこもなんかもうワンシーンワンシーン、一言一言本当に大切に、うん、なんか撮らせていただいたので、まあ見ていただけたらなと思います。はい。今回出てくるキャラクターで、コウニっていうキャラクターがいるんですけど、ものすごく可愛くて、私は個人的にファンですなんかまあ全体的に可愛いんですけど、でも私はそのコウニちゃんが好きです。はい。こんなにメインキャラクターになるんだっていう驚きと、なんかそれに参加させていただく嬉しさだったりとか、小さい時から見てたアニメだったので、もう本当に参加させていただいてとっても嬉しいですね。はい。私、めいっ子だったりとか、おいっ子みたいに可愛がってる子とかいるんですけど、なんかやっぱりその子たちが元気になるじゃないですか、見ると。なんか大好き大好きとか、なんかずっとテレビ見て釘付けになって笑ってる姿だったりとか、なんか子供たちもそうですけど、まあ、私たち世代もうわ可愛いってなんか元気づけてくれてる作品でもあるので、本当にありがとうございますと伝えたいです。はい。私、お仕事でニュージーランドとかペルーとか上海とか行ったんですけど、でもニューヨークだったりとか行ったことないので、アメリカだ、うん、行きたいなって思います。なんかパリとかも行ったことあるけど、お仕事なので全てが、なので、うん、プライベートで行ってみたいなって思います。はい。この作品でクロミの成長だったりとか、クロミの良さ、可愛らしさ、なんか他のキャラクターとのなんか絆の深め方というか、もう本当に描かれていて素敵な作品ですし、そのクロミがロミネに対してもう大好きなお姉ちゃん、もう探しに行くっていう、その可愛い、なんて言うんでしょうね、なんか本当ザ妹っていうのも描かれていますし、やっぱり新キャラ、ロミナが新キャラなので、なんか本当そこを見どころとして伝えていきたいなというふうに思います。あとはもういろんな世代の方に見ていただいて、でも世代によって伝わり方って違うから、この作品の見方だったりとか、なんか私の世代で思うのは、
身近な人を大切にしようとか、なんかもっともっと愛情を注いであげようとか、近くの人に。でも子供が見たら、あ、可愛いな、なんか自分も妹ができたら可愛がりたいなって思うような感情になる、本当に心が温かくなるような作品になってるので、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。お願いします。アニメの概要としては、まずタイトルが、クロミズプリティジャーニーというタイトルになってまして、キャラクタープロフィール簡単に説明しますと、性格としてロミナはクロミが知ったほど、まあ、頭が良くてかっこいい存在で、すごいミステリアスです。でもちょっぴりずる賢いけど、すごい天然ボケなところもあるっていう設定になってます。絶対山本舞香さんだって、嬉しいです。最初からもう名前を挙げさせていただいて、いありがとうございます。ありがたく頑張ります。お願いします。お願いします。お願いします。これ立ってやるんですか？座りがいいですか？あ、どっちでも大丈夫ですこっちもどっちでも大丈夫ですが、芝居があるので立ってがいいかなと、ね、はい。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。我々はついに隠し財宝へと到達した。到達した。クロミ隊員、これはこのミッションの報酬である。うん、ありがとう。はい、な感じで、もうちょっとあの現場がこそこそ話的な感じで。あ、わかりました。はい、隠し財宝へと到達した。おー、いいですね。いい感じだと思います。はい、わかりました。我々はついに隠し財宝へと到達した。到達した。クロミ隊員、これはこのミッションの報酬である。確認してみます。うん、なるほどね、みたいなのアドリブでください。はい、まあ絵見てもらうと本読んでるシーンなんですけど。なるほどね。今は天津が食べたいかな。もう仕方ないな。よっと、私も食べてあげる。もう仕方ないな。よっと。ごめんね、大好きよクロミ。お姉ちゃんて、バカ合わせ。うん、むずよくはなって、ごめんねがちょい低いかな。だから他のごめんね、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 大好きよクロミ。お姉ちゃん、はい、いいと思われます。ありがとうございました。お疲れ様でした。よし、じゃあこれ食べて元気出そう。え？デリバリーしためっちゃ美味しい天津。確認します。はい、なるほどね。ねえねえお姉ちゃん、何か欲しいものとかない？今は天津が食べたいかな。天津ってどこのが美味しい？